はい、皆さんこんにちは。今日は質問に答えていこうと思います。ゆりさんからの質問です。はじめまして。先日園芸店の店員さんから、鉢は少しずつ大きくしていかないと根詰まりしますと言われました。鉢を大きくせずに育て続けることは可能なのでしょうか。できれば私も鉢は変えたくないと考えていたので、その質問をしたのですが、鉢は大きくしないといけないと聞いて少しがっかりしてましたという質問です。はい、もう長く僕のチャンネル見てる方はもう答え分かっていますよね。最近見られている方のためにやりたいと思います。ですね、園芸店とかお花屋さんね、そういうところの店員さんとかはですね、質問に答えると多分ほとんどはね、こんな感じの答えを返してくれると思います。もちろんですね、僕は否定するつもりじゃないんですけど、ほとんどはね、世に出ている情報はそういうことなので、いろんなお店の方やいろんな動画ね出ていますけど、答えはほとんど同じだと思います。これはね、全然間違いじゃないんですけど、皆さん、じゃあ僕はですね、どうしているかというと、まず僕ズボラです。植え替えしたくありません。そして見てください、これ11号鉢ぐらいですけど、じゃん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 、ウンベラータね、4メートル以上あると思います。幹の大きさは僕の手が回りません。これぐらい大きいウンベラータ、この鉢で育っていますね。こちらの10号鉢のウンベラータも大きいです。こちらプラキチともっともっと大きいんですけど、これも10号鉢です。もう池みたいになってますね。はい、ということでですね、僕はあまり大きい鉢だと仕事上どこにも貸し出したりできないので、ほとんどがこの10号鉢ですね、10号鉢で貸し出していますね。貸し出しているというか、10号鉢じゃないと使えるところがほとんどないんです。大きい鉢だと持ってもいけないでしょ。もちろん大きくすると植物自体も大きくはなるんですけど、小さい鉢でもね、アレカヤシですけど、これも5メートルぐらいありますよね。全然小さい鉢でも育てることができます。どちらかというと僕は鉢下げをします。この幸福の木、新芽出ています。じゃん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 、見てください、6号鉢ぐらいですよ。ちっちゃい鉢にこの幸福の木植わっています。これ動画で前やりましたよね。新芽も出て元気にすくすく育っています。だからですね、皆さん、絶対とは言いませんけど、わざわざ鉢を大きくする必要はありません。もうこれはもう何度も何度も言っているので、もう慣れた方はですね、そんなの分かっているよとね思われているかもしれませんけど、慣れてない方は、これを機にそのままの鉢のサイズで育てれるということを覚えていただけるといいと思います。こういうね、大きい鉢にしても大きくはなりますけど、見てください、このパキラね、どんだけでかいんだってことですけど、10号鉢で育っています。これは地植えからあげたばかりですけど、もうね、新芽も出始めてますよ。そういうことでですね、答えはわざわざ鉢植え替えなくても全然大丈夫だということです。根詰まりもします、もちろん。でもですね、根詰まりしても僕はそのまま育てています。土ほとんど入らず、根でいっぱいいっぱいだと思います。こちらのアレカヤシなんかね、見てください、根が上に浮き上がってきてますよね。それでも元気いっぱい育っています。逆にこういうのかっこよくありませんかね。まあ見る人が見たらちょっと邪道じゃないかと言われる方もねいるかもしれませんけど、
なるべく鉢のサイズを変えずにやった方がいろんな場所でね楽しむこともできるし、鉢を下げてあげるともっと鉢カバーとかねいろんなタイプに入れれるので、鉢下げも覚えてみるといいと思います。なので絶対植え替えをしなければいけない、植え替えをしないと根詰まりを起こしてしまう、これはですね嘘じゃないけどあまりこだわらないでいいということです。皆さんぜひ頭に入れておいてください。その代わりですね、水あげですよ、水あげね、水管理だけでこのままの鉢管で植物を大きくしてあげる、これが僕のやり方なので、僕のチャンネルで勉強する方はねもうこれを頭の中に入れて育ててください。ズボラな人でも上手に育てることができる、それを僕は目標にしていますし、僕もそうありたいね。これ枯れていたハイビスカスですけど元気になってきました。はい、そういうことでコメント、ホームセンターの方からの意見があったみたいですけど、心配せずにねそのまま元気よく育ててみてください。こうやってね手入れをしていくことが大事です。水管理と一緒にこまめなお手入れもしてあげてください。そうするとですねいろんな植物上手に育てることができます。やっぱりねこういう枯れ葉、今年はですね最近皆さんね、そうそうこれも気をつけてください、雨が多かったので梅雨の時期と同じで相当湿度が高くなってきています。だからですね今の時期は水を減らしてあげるといいんですけど、こうやって湿度が高いからね湿気って腐ってくることが多いので、ちょっと今の時期はですね、来週ぐらいになるとだいぶ晴れてくるとは思うんですけど、こういう水分が多い時期は皆さんこまめにチェックしてね、枯れ葉等ついていたら取るように心がけてください。じゃないとこうやって、葉っぱが黒くなってきたりねします。なかなか、環境の変化がですね大きいので大変ですよね。そんなこと言ってるうちにまた来週ぐらいから猛暑が戻ってくるかもしれないので、そうなったらですねお水あげがまたたくさん必要になってくると思います。ハウスの中はねどっぷり浸かりっぱなしです。その日その時の環境をね自分たちで把握して、その時その時の対処をね身につけてください。はい、じゃあね今回はこんなところで質問にお答えしました。バイバーイ。